ヤッホー、沙織です。乾杯。イエイ。ドラチェイレブンです。やってきます。ほい、馬ですから始めたいと思います。はい、頑張りましょう。ブラックハイ、はい、難しいんでしょ、どうせ分かってるんですけど、神話のブグのレシピ何としてでも手に入れたいので、はい、詳しく見てみましょうか。何これ、審判の兜、神話の鎧ですって。はい、これは誰の防具なんだ、分かんないですけれども、頑張ってやっていきたいと思います。5000ゴールドもするんですけど。はい、とりあえずまだ黄金の手綱は買ってないんですけど、うん、もう無理そうって判断したら早めに黄金の手綱を買いましょうかね。はい、頑張ります。いや、久しぶりなんでね、ちょっと1周目は様子見かな。とかって、ちょっと保険をかけておく。ブラックハイ、その名の通りなんかめっちゃ真っ暗なんですけど、え、嘘、なになに、めっちゃ前見づらいとかそういう感じ。え、一気に不安。暗いよ、怖いよ。すごい、なんかシルビアさんみたいな人いるんですけど、え、シルビアさんかな、あれ。1ドン、あ、いけた気がする。いきなりぶち当たったし、ちょっと待って、やばい、やり方忘れている。ドリフトのやり方を忘れている私。やだ、ちょっと待って、暗いよ。取れなかった。やだ、やめてください。ぬかるまないで。うわ、踊りふと長ない。ちょっと待って、長ない。ラストスタート、最後これ、そうなの。なんかシルビアさんみたいな人に勝てばいけそうな感じ。どうなの。ドリフト乗せすぎか。待ってください。ちょっと待って、え、今1位ですか。全然わかんないんですけど、暗いんですけど、怖いんですけど。ちょっとあんまりよく見てなかったんですが、1位、やったー、イエーイ。結構ケチョンケチョンと思ってたんですけど、優勝おめでとうございます。惚れ惚れするような見事な走りでした。こちらブラックハイの優勝商品です。どうぞお受け取りください。はい、ありがとうございます。神話のブグのレシピゲット、イエーイ。はい、審判の兜、神話の鎧と、はい、あ、3箇賞もいただけるんですね。小さなメダル、3箇賞、小さなメダル、めちゃくちゃ嬉しいんですけど。やったー、生きた1回目でクリアですよ皆さん。はい、ちょっと待って、とりあえず家事をしましょう。はい。はい、どんなもの、誰の装備なんだこれは。見た目、あ、なんや、見た目衣装じゃないんですけど、私てっきり見た目衣装やと思ってたんですけど、シルビアさんの衣装ですね。あ、ちゃうわ。ん？あ、え、なんかいろんな人が装備できるんですけど。うん。歩くだけで HP と MP を回復させる。究極の鎧。あら、そう。え、こっちは？あ、こっちは、あ、いろいろ状態異常を防ぐみたいな感じですね。ははー。あ、でもなんかね、もうほんまに見た目衣装とばっかり思い込んでたので全然テンションが上がらないんですけど。うん、まあまあ、ね、うん、防具なんでしょうね、きっとね。はい、また作ろうと思います。はーい。ちょっと待って、ブラックハイやで、ネルセン様にねえ、せっかく頼んでお願い事して叶えてくれたこのブラックハイですよ。まあこんなもんか。あ、待って、優勝商品変わってまして、ヒヒ色金になってる。これは、あ、でも5000ゴールドか、魔獣の魂手に入れた方が楽かな。
って感じかな。5000ゴールド割に合わんなって感じすんな。はい、これはブラック杯、難しい難しいはさらに難しいんですよ。難しいのプラチナ杯、ほらこのようにまだ越せてないんです私。難しいのブラック杯なんて越せる気がしませんけど。え、これってさ、ゴールドかからないってこと？はい、あ、無料やって無料なんやったらやりましょうよ。ちょっと一回やってみません？黄金の手綱まだ手に入れてませんけど。そして難しいにした場合、なんか周りの人たちがめちゃくちゃ強くなるんですよ。やる気がぐっと上がったのか何なのか知らないんですけれども、難しいんですよひとまず見てください、ケチョンケチョンの私。これシルビアさんですよね多分ね、隣。うん、そんな気がするんですけどねえ。えちほい、いやー、よいしょ、はい、よいしょ、はっ、よっ、ほっこれダッシュを絶対に、あーあー、え、ちょっと待って、リタイアしません、しません。え、まあ、なんでなんで初めてしたんですから、あれポーズとかできるんです？あー、やばいやばい、減速減速してしまう。ちょ、ダッシュダッシュ、はい、ちょっと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 、あかんねこれは、私集中力がもうないのか。ちょっとはい、もう前が見えないんですけど、はい、このように非常に難しいんですよね。難しいはマジその名の通り非常に難しい。あー、ダッシュのやつ全然取れないんですけど、よいしょ、ほい、あー、ドリフトがうまくいきません、ほーいダメだこりゃ、マジで前が見えない。うん、黄金のターン、ぶつかりまくり、はい、お話にならないダメですね。2位にも、ちょっと待って、4位じゃないですか見えてなかったけど4位やったあっかん、ベストタイムは更新した、ほんま？それほんまダメだこりゃ。でもタダでできるから、はい、優勝できませんでした。これまでに培った自分の実力を信じて最速の覇者を目指してください。精神論出たこれはい、参加賞、え、タダやのに、タダで参加して小さなメダルもらえるんですか。これはお得すぎません？遊べる上に小さなメダルゲットできるんですけど。ネルセン神やな、やっぱり。もう一回やっていいカットするかもしれないけど、はい、泣いても笑ってもこれが最後ですただやったら全然いいよね。これダッシュがね、スタートダッシュがいつもできないんですよね私、下手くそなんですよね。ほい、よいしょ、やだやだよ、みんな待って待って待って、やだやだやだほいしょ、いいよ。今回は壁に一回当たっちゃったけど、今回は2位で来ております。よいしょ、やだ、そう、壁に当たったら絶対無理よねこれね、絶対あの1位に勝てないよね。あー、シルビアさんが、シルビアさんが抜かしてこようとした。1位がいません、1位が見えませんけどでも、あー、シルビアさんやめて、早ない、シルビアさんなんかラストスパートかけてきたんやけど、あ、やばい、取れなかったダッシュ、くっそー悔しい、待って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 、取れなかったダッシュダメだ、あー、待って、みんな待って、お願いしますダメだねこれ、3位ですね私。一周目めっちゃいい感じでいけたと思ったんですけどね、それでも3位ですね、ダメだ、くっそー、待ちやがれー2位ぐらいには入れると思ったけど3位ですね、3位ですよ。もうでもね、どっちも30秒台です。1周目も2周目も30秒台です。ほら、ベストタイム更新したやだ、楽しい、何これ、楽しいはい、優勝できませんでした。はい、まあまあまあ、でも小さなメダルがもらえる、これは嬉しい、これはまたしに行きましょう。おっちゃんまだ黄金の手綱は買いませんからね、はいてなわけで楽しみました私。は
はい、プチャランをにやってきましたよと、まあ外に出るんですけど音楽が楽しいからこのまま、はい、ですね、装備を見ていただきましょう。はい、前回ネルセンの試練でいろいろね見た名称などを手に入れたじゃないですか。まずは、はい、ベロニカさん見ていただきたいと思います。せーの、ほい、トコシエの帽子、トコシエのホイ、これ2つ、はい、作りました。プラス3まで鍛え上げました。これでトコシエの新刊スタイル、かわいい。なんかこの帽子がかわいいですよね。なんか絵本に出てくる小人みたいな感じ、うん、なんかそんな感じ、ふわっとしててなんか森の妖精にも見えるし、あ、かわいいね。はい、大きい帽子がよく似合います、ベロニカ。はい、続きましてローさん、じゃーん。ローさんはやっぱりこのユグノアのですね色違いでした。ユグノア仙台王のスタイル、これの色違い、黄色い感じ、うんうんうん、こっちの色もなんか渋くていいですね。こっちは結構ゴージャスじゃないですか。こっちはなかなかに渋い感じ、なんというかまあよく似合ってるよってな感じで、はい、こちらも全部プラス3で鍛え上げております。不思議な感じ、楽しかった。あとグレーグの英雄の盾とかセイニャちゃんの聖剣のサークレットもプラス3に整いました。はい、報告でございました。では今日はですねサブクエストをやろうと思ってます。はい、まずですね寝耳に対抗、こちらやりたいと思います。これはシルビアさんのヒュプノスハント、あとルービーのラリフ、これ2つ覚えていれば連携技が発生するようでございますのでやっていきたいと思います。ちょっとね、カミュ君以外ゾーンに入っているっていうなかなかやるやんっていう感じ、みんなゾーンに入りまくってるやんみたいな。はい、そんな感じでやっつけに行きましょう。はい、この辺にいる太鼓を倒せばいいらしいんですよね。なんか語尾が可愛い少女いたじゃないですか、なんちゃらなのって言ってた。はい、この人を倒すんですか。ちょっとちゃんと確認してから行きましょうね。ドンガラドン、ドンガラドンね、ドンガラドンドンガラドンってこいつのことだと思うんですけども、おそらく、あ、そうそう、シルビアさんはちょっとまあまあ旅芸人らしい格好をしていただきました。あ、せっかくなのでルービーさんもパレードスタイルで行くか。はい、これでこの2人で連携技を決めていただく感じで行きましょう。はい、踊ってます、踊ってます。こいつで合ってますかね、ドンガラドン、違うかな、ドンガラドン、ドンガラドン、じゃあこいつですね。こいつをとどめをさせばいいのかな、連携で。ということはちょっと、おー、全員ゾーンに入っちゃったよ。ちょっと待って、これ、ちょっと神くん、神さん、ちょっと神すいません、作戦を変えてなかった私のミスです。神くんが倒しちゃいました。てかドンガラドン弱ってことは、もういきなり連携技で決めちゃってもいい感じですね、これね。よいしょ、これ武士とかもしない方がいいかもしれないね。ちょっと待って、また私作戦変えてない変えてないよね、ちょっと待ってね。はい、これで全員がゾーンに入ってるんですけど、メンバーほんまにもう全員がゾーンに入ってる、控えメンバーも全員ゾーンに入ってるんですよ、すごいワクワクする、いろんな連携技やりたくなりますね。はい、これでですね、この人マジで人殴りで死んじゃったので防御していただいて、で、セイニャさんももったいないね、ゾーンで防御ってめっちゃもったいないけど、これでデスドリーム、敵一体を眠らせた後に悪夢の人差し、これでもうやっつけられますよね、きっと。ドンガラドン、はい、やってみたいと思います。いきます、シルビアさん、ゾーンを解き放って、はい、おやすみなさい。はい、寝ちゃったよ、寝ちゃったというか永遠の眠りについていただきました、デスドリーム。はい、ドンガラドン、じゃあやっつけました。オッケー、これでいいはずなんですが、どうでしょうか。あ、いけましたね、ドンガラドン倒した。はい、少女に報告に行きたいと思います。はい、陽気陽気とよいしょこれ走れないんですよねいやー、この街には似つかわしいかもしれへんけどさおねえ言葉じゃないの、寂しいな、寂しいわ。はい、変ですけどね。はい、じゃあちょっと装備変えますね、走れないので。はい、やってきました、少女、うん、これで眠れるなの、かわいい。うん、ドンガラドンのドンドンドンがなんか聞こえなくなった気がするの、お兄さんよくやったなの、これは私の気持ちなの、遠慮せず受け取ってほしいの。
ダル5枚ゲット。さっきも参加賞で3枚ゲットしてますから、今日は小さなメダルザクザク、イエーイ、嬉しい。これで誰にも邪魔邪魔されないでネムネムできる生活を送れるようになるの。ビバ、快適睡眠ライフなの。ネムネム。なんやろ、ビバ快適睡眠ライフ。違和感がある、このなんかホワホワした少女が言うてる感じが。よく眠ってください。少女は念願だった快適睡眠ライフを手に入れられて大満足のようだ。よかったよかった。はい、やっと眠れるなの。あ、目閉じてますね。はい、よかったよかった。よく寝てくださいと。ほい、はい、続きまして、あ、今日は小さなメダルザクザクでいっちゃいますか。はい、グロッタの孤児院でかくれんぼ名人の情報が聞けます。これ一回聞いてると思うんですけど、私ちょっとよく覚えてないので、グロッタに飛びましょう。おーい、はい、この少年が知ってたはず。そうそう、デルギンスを探してるんですよ。はい、デルギンスはもうこの町にはいないみたいなんだ。メダチャット地方に旅立ったって聞いてるよ。メダチャット地方とな。メダチャット地方って広いな、どこのことやろう。ということで、はい、メダチャット地方、まあ、パッと思いつくのはメダ女ですよね。メダ女にいたらいいんですけどね。はい、じゃあメダ女に行ってみましょう。おい、まあさすがにさ、フィールドにいるとかやったら結構お手上げやけどさ、メダチャット地方ってことはメダ女か、さっきのプチャラオ村、どっちかじゃないかなと思うんですよね。うわ、でもなんかメダ女って隠れる場所いっぱいありそうやぞ。かくれんぼやからな。ちょっとデルキンス探しましょうか。メダ女にいるとも限らないけれども、うん、かくれんぼに良さそうな場所ですからね、これね。庭とかにいませんかね。校庭広いもんね。いませんか、デルギンスさん。ヤンキーの姉ちゃんまだその格好してたんや。ずっとオラついてんな。うん、パッと見ですけど校庭にはいなさそうですね。校舎の中かな、入ってみます。まあなんかさ、景品が小さなメダルってことはさ、ここにいそうじゃない。メダ女にいるんじゃないかな。どうですかね、こことか開けれませんね。こういうところに隠れてそうですけどね。まあ学校でかくれんぼって言うとなかなかテンションが上がりますね。のでちょっと頑張ってメダ女探してみたいと思います。で、2階にもね、このように部屋がいっぱいあるんですよね。よいしょ、はい、全部開けてみよう。この彼女はブリジットさん、浮気なんてしないから言うてるわ。はい、待っててください。こういうところに隠れてたりしません？しないよね。デルギンスやーい、いるの分かってんやで。この辺おらんか、おらんか。さすがに個室とかにはおらんか。いませんね。ねえ、2階にはいなかったんですけど。いないよ。いないよ。いないね。メダ女じゃないのかな。この不思議な扉の先とか、魔法の扉の先とか、まあ、ここ結構倉庫風やからありえなくはないぞ。倉庫、倉庫ね。いかにもいそうや。あ、これどこ、この人かな。はい、あ、デルギンスいたあ、あなたはチャンピオン。私です。孤児院の子に幻の闘士と呼ばれていたデルギンスです。いや、ここやとは思いませんでしたよ、私も。なぜ私がこんなところにいるかって、それがですね、あなたたちに幻の闘士と呼ばれてから私調子に乗っちゃって、どこまで気づかれないか自分の限界を試しているうちにメダル女学園の中に入ってしまったんです。よく入れましたね。ここ男子禁制なんですよ。ですがさすがに調子に乗りすぎて見つかってしまい、泥棒に間違えられてこの倉庫に入れられちゃったんです。あ、そ
うだったんですね。閉じ込められてたんですか。ところでこのあまりにも情けない私に御用が終わりでしたか。え、かくれんぼの極意を教えてくれ。そんなのはこうして見つけられてしまった私が語るだなんておこがましいですよ。でもそうですね、あえて言わせてもらえるならかくれんぼの極意は純真な気持ちでとにかく友達と楽しむことですよ。ええこと言うやん。友達と遊ぶ時間はかけがえのない宝物です。自分を探してくれる友達に感謝して思いっきりかくれんぼをするといいでしょう。これは喜びそうですね。これ伝えるとデルカダールのあの子もね。はい、デルギンスからかくれんぼの極意を聞いた。はい、かくれんぼ好きの少年に教えてあげたいと思います。で、この人は外に出ないの。はい、外に出ないですね。はい、このまま残るんですね、この人は。ここでしたか、倉庫って書いてるよ。まあ、ここはですね、一回魔法の鍵で宝箱を回収した後は、まあ、来ることはなかったわけですよ。こんなところにいるなんて知りませんでしたよ。これは気づかんて。あー、もう結構探したよ。はい、ではデルカダール城下町に行きたいと思います。はい、あ、夜なんですね。仮装にやってきましたよーと。少年起きてるかな。まだかくれんぼしてんな少年。めっちゃ道で寝てるやんこのおっちゃん。ぐがーぐがー。豪華やな。あー、もうこんな遅い時間までかくれんぼして。はい、旅人さん、かくれんぼ名人から話を聞けたみたいだね。早速おいらに教えてくれよ。教えてあげましょう。え、かくれんぼの極意は純真な気持ちでとにかく友達と楽しむことだって。そうか、探してくれる友達がいなかったらかくれんぼなんてできないもんね。おいらそんな大事なこと忘れてたよ。うん、これからはあいつらと思いっきり遊ぶことだけ考えることにする。友達と一緒に遊んだ時間大切にするよ。すごい素直でいい子ですね。ありがとね旅人さん。これおいらの気持ちさ。はい、小さなメダル10枚。あ、そっかそっか、私デルギンスがくれると思い込んでたけど、この少年が依頼人やから、この少年がね、小さなメダル10枚。これどうやって手に入れたんですか。はい、極意とは純真な気持ちで友達と楽しむということのようだと。はい、かくれんぼの極意ね。デルギンスいいこと言うやん。はい、奥が深いなって言ってるわ。はい、いいこと言うなと。はい、一緒に遊んだ時間ね、本当に大事ですからね。それじゃあ旅人さん、あっち行ってて。こんなところに立っていたらあいつらに見つかっちゃうからね。いやでももう夜遅いからな、早く家に戻りや。はい、というわけで10枚手に入れた。はい、じゃあメダジョに戻りましょう。見て、夜のメダジョも綺麗ですね。はあ、美しい建物やなこれ。うわー、はい、紅茶を持ってきたよ。小さなメダルいっぱい持ってきたよ今日は。はい、22枚も持ってきたよ。これ最多じゃないかな。おい、いっぱい押して、いっぱい。エトワールゾンビのレシピ、やったー。はい、ゲット。イエイ、おめでとうなんですな。はい、ありがとうございます。エトワール装備、エトワール装備のレシピとは、エトワールクラウン、エトワールスーツ。あ、これはシルビアさんかな。見た目一緒かもしれないよ。ワクワク。はい、いっぱい押してください。え、勇者の盾って書いてるんですけど。あ、やった、たまったたまった、勇者の盾。おお、あ、これは見たことある、見たことある、見たことあるよこのデザイン。はい、スタンプ100個。すごい、もう小さなメダル100枚もゲットしてたんですね。気づけば気づけば。あ、あとちょっと。あ、106個になりましたな。はい、110個になった時メタキン装備辞典を上げますぞ。おお、メタルキング系の装備もつけれるようになっちゃう感じ。すごい、あとちょっとじゃないですか。110個で終わりなんですかね。はい、さっきレシピゲットしましたから。あ、見た目以上です。あ、エトワールクラウンとエトワールスってやっぱりシルビアさんやこれ。仰天のセット装備。あ、魅力上がりますね。いいですね。あ、これも魅力上がりますね。いいですね。これまた作りたいと思います。これは色違いやな、きっと。このトレビアンスタイルの色違いかな、さっき見た感じ。これは赤のしましまやけど、さっきのはピンクか紫かのしましまなんでしょう。また作っておきます。わーい、見た目が増えた。嬉しい。はい、では続きまして。はい、これ。絶景ドルフ。
はい、絶景を探しに行きましょう。これもすぐクリアできんじゃないかな。はい、なんとなく夜のケトスに乗ってみました。はい、石の村がね、下に見えてましたね、今ね。ちょっと分かりにくいけど、ほい、今ね、岩が見えてるじゃないですか。ここって、はい、デルカダール地方の一番南、はい、ので、やっぱり石の村の神の岩のことやと思われます。ので、はい、ケトスではなくですね、石の村に飛びましょう。ほい。はい、おはようございます。じゃあ神の岩に登ってみたいと思います。そう、一回さ、神の岩にも登ったんですけどね、デク助けた時にさ、あれはクエスト受ける前やったな、もったいなかったな。まあええや、登りに行こう、もう一回。はい、神の岩のてっぺんにたどり着きました。これは絶景でしょうね、文句なしの絶景でしょう、これね。ちょっとシルビアさん、羽邪魔ですよ。はい、どっかに、え、これどうしたらいいんでしょう。伝説の絶景が見える岩山に刻まれた言葉を見つけなさい。刻まれた言葉、はあ、岩山に刻まれた言葉。いや、わからんのやけど。おいしょ、探索中です。岩山に刻まれた言葉、ないですよ。あ、うろうろしてたらなんか急にこんな表示が出ました。ルビーはボロボロになった大木を見つけた。はい、かすれて読みづらいが表面に文字が刻まれているようだ。ルビーは大木の文字を読んだ。ここより見える景色は意図おかし、わざ絶景人生最高の眺望なり、されどこの景色を共に見つめる伴侶なし、我の心は穴むなし。我愛しき者に寄り添いて見る景色なれば、いかな風景も絶景になると気づいたり、早く結婚したいなり。したいなり、アメイズとのことです。絶景ハンターが残した言葉を見つけた、よかったです。はい、絶景ドルフに伝えに行きましょう。欲しいなり。伴侶が欲しいなりと思ったんですね、この景色を見て。まあそれもわからんでもないかもしらんな。誰かと一緒に見れた方がいいよね。はい、今ルービーさんは仲間のみんなと一緒にこうやって絶景見てる。これも穴おかし、違う、糸おかしか。混ざった混ざった。はい、では報告に行きましょう。アメイズさんとな。はい、ルーランド山の山頂、キャンプに触っておきましたので、ここにルーラーで止めますね。一気に行きましょう。はい、やってきました、寒そう。はい、クエスト報告しましょう。才気あふれる新人絶景ハンターよ。もうハンターにされてるわ。もしや伝説の絶景が見つかりましたかな。見つかったよ。はい、書き残した言葉を絶景ドルフに伝えた。なんと、これは予想外。伝説の絶景ハンターが残した言葉には、早く結婚したいと書いてあったのですか。そういえば我が輩も一人身、絶景を求めフラフラしていたらいつの間にかいい年になってしまった。しかし後悔などありません。我が輩は絶景ハンターとして生きてきた。自分の人生を全く後悔していませんぞ。はい、男一匹、これと決めた道を極めずして何が人生でしょうか。そう、いわば絶景そのものが我が人生の伴侶なのです。ともかく君という才能を見出した我が輩の目に狂いはなかったようですな。さあ、このお礼の品を受け取ってくだされ。はい、ファンタスティックゲート。これからも絶景ハンターとして。まだハンター続くのね、私。世界の素晴らしい景色を心のキャンパスに描き続けるのですぞと。はい、絶景奴隷は絶景こそが人生の伴侶だと強がっているようだ。強がってるってか、まあ、それもね、人生としてはありやと思いますよ。結婚か、頭抱えてしまったやん。ふーむ、結婚か。そういえばデルカダールの酒場にいた女性、我が輩とよく目が合っていたな。それは思い込みなんじゃないかな。はぁ、今のは気の迷いですぞ。我が輩にとっては絶景こそが伴侶であり、一生捧げると誓っておるのです。これは強がってんな、結婚したがってんな、この人ちょっと揺らいでんな。この絶景ドルフ、できれば若い女性と結婚したいだなんて。いや、それはちょっと欲が出てません、若い女性とで。はい、いくつか知りませんけど、ゼッケンドルフさんが。はい、断じて考えておりませんぞ。そうですか、そうですか。
はい、今日はですね、ブラックハイクリアしました。難しいわ、ちょっとランクが違うぐらい難しかった。はい、またね、楽しみたいと思うんですけれども、そしてサブクエスト3つクリアやし、小さなメダルめちゃくちゃゲットできましたね、今日いっぱいね。あと4枚でしたっけ、110枚まで。はい、これもどんどん集めていきたいと思います。あ、そういえば勇者の盾を装備するの忘れてましたね。まあ二刀流なんで盾を装備することがあまりないのですが、でも守備力めちゃくちゃ上がりますよこれ。あ、ローシュの盾って書いてあるわ、ちゃんと。そうなんですね。あ、でもダメージを減らすし守備力めっちゃ上がるし、うん、めちゃくちゃ攻撃力強い敵とかの時はこれを装備した方が良さそうですよね。はい、また装備したいと思います。はい、てなわけで次回また続きやっていきたいんですが、次回は勇者の試練に挑戦しようと思ってます。はい、あと1個ですね、ネルセンの試練も。ドキドキ。はい、というわけで今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。